どうも大島ちゃんです。今日は、祭日で、お休みです。今からちょっと昼飯でもなんか買ってこようかなと思います。昨日はマック行ったんで、今日はちょっとケンタッキーでも行ってお持ち帰りで買ってこようかなと思います。それじゃあ今から出発進行。はい、まあ今日はちょっと天気、昨日日曜日で今日は月曜日祭日なんですけど、まあ昨日は天気非常に良かったんですけど、今日はちょっとまあ雨降らないんですけど、ちょっと曇り空ですね。まあもう雪ももう全く全部溶けて、本当にもう春ですね。まあ朝なんですけど、朝ツバメが飛んでましたね。ツバメが飛んでるということはもう春ですね。今からまた巣作りを始めるんでしょうね。まあこの車アルトなんですけど、この車もうスタッドレスタイヤから普通のタイヤにこの間交換しまして、まあもう自分のもう一台車 CHR もあるんですけど、それも2台同時に交換しました。まあタイヤ交換すると必ずと言っていいほど腰が痛くなるんですよね。まあタイヤ自体、まあ軽のアルトのこのタイヤは軽いんで楽なんですけど、やはり普通の乗用車になるとタイヤが重たいんで、どうしても腰を痛めてしまいますね。まあそういったことで今から、ちょっとケンタッキーのお店向かおうと思いますね。明日は天気いいんか知らないんですけど、また週間予報見たら雨マークあったんで、まあ今日車洗うのはもうやめておきます。さっきはガソリンをちょっと入れに行ったんですけど、まあ、いつも安いスタンド、低料金のスタンド行ってガソリン入れに行ったら、まあ、161円でしたね。まあ今通ったスタンド172円って書いてあったんですけど、まあガソリンが本当に値上がりして高いですよね。やはりこれからもあれですよね、電気自動車かハイブリッド、もうそういった車に乗るしかないですね。ガソリンがまあ今からちょっと下がることはしばらくないと思うんで、まああんまり車で出かけない方がいいのかな。まあお金ある人はいいですけどね、お金ある人はもうどこでもね、車乗ってガソリン使ってもいいですけど、まあ我々っていうか、まあ僕なんですけど、僕はそんなお金低収入者なんで、まあちょっと節約しないといけないんですね。まあいつも日曜日とか、まあ、休みの日は大体ファーストフードを食べるんですけど、まあマックはだいたい毎週1週間に1回行くかな。ケンタッキーはまあたまに行きますね。で毎日同じ、ハンバーガー食ってるんじゃ飽きてまうんで、まあ今日はちょっとチキンでも買おうかなと思って今向かってるんですけど、ここの店は今解体したんだな。何ができるのかな。まあここら辺はこの通りはいつも渋滞するんで、まあ仕方ないんですけど、今日なんかやっぱ休みなんでみんな天気いいし、
まあコロナ禍であってもみんなやっぱ出かけるんでしょうね。まあ家にいても仕方ないですからね。やはりこのお金をみんな使ってもらって日本経済をこの活性化していかないと、まあコロナだからといってね、家にいるんじゃこのサービス業界って全然ね、お客さん来ないと儲からないし、まあみんな生活かかってるんでね、大変なんでね、まあ僕らもそういった人のためにもいろんなもの買ってね、そういう働いてる人、会社、お店、そういった人らたちにもやはりね、利益を上げてもらわないとやっぱ日本の経済がダメになるんで、まあそういったことで僕はよくまあテイクアウトも多いんですけど、よく外食はしますね。まあコロナっつうのがあるんで、確かにあまり外食したらいけないと思うんですけど、あといってね、まあこういった状況が、まあ、今年も来年も、まあ、しばらく続くだろうと思いますよね。いつもだとこう駐車場いっぱいなんですけどね、まあ、今日はちょっと少ないですね。よいしょ。持ち帰りで278、はい、それと1つ、はい、それとビスケットを1つ、はい、以上で、はい、買えるんでいいですよね。まあマックもありますけど、もう最近の
飲食店のお店はみんなアプリでいろんなポイントついたり、あとクーポンとか入って本当に便利になりましたね。まあ今日けど昼から天気いいですね。午前中はちょっと曇ってたんですけど、まあけどまだ 外は寒いですね。まあ、車の中は暖かいんですけど、外は何度かな今。12度、あ、それでも12度はあるんか。まあ、これでも風がちょっと冷たいですわ。まあ、こういう、あれですね、パチンコ屋も以前に比べるとやはりお客さん少ないですね。今からちょっとコンビニ行って、Amazon で買った商品の支払いと、あとまあなんかちょっと買おうかなと思います。まあちょっとコーヒーでも買おうかな。ケンタッキーで何もドリンク買わなかったんで、今ちょっとセブンイレブンかファミリーマート行って買ってこようかなと思います。アメリカンドッグ1つ、はい、アメリカンドッグ、はい、1つと、あとさっきここがこちら続けるってボタンを押して、はい、ご注文内容の確認をお願いいたします。とホットコーヒーのレギュラー、レギュラーで、はい、とあと袋ください。はい、袋、あ、レジ袋、はい、ホットコーヒーのレギュラーとはい、まあセブンイレブンでホットコーヒーとアメリカンドッグ1つ買いました。それでは今から家帰ろうと思います。食べるのはいいんですけど、まあケンタッキーはまだあの冷めてもちょっと電子レンジで温めればまあ食えんことはないんですけど、あのマック屋とポテトはあれ一回冷めてもらうと本当に電子レンジで温めてもうまくないですね。うん、だから本当はあのファーストフードとかそういうのはもう出来たてを食べたいんですわ。まあ店で食べるのが一番美味しいですよね。まあゴミも出ないし、お店で全部ゴミ捨てるんで。なのでテイクアウトだと、もう家にもやっぱ家持って帰るんだから、あのレジ袋とかゴミ袋、紙袋か、まあそういったゴミ多いですよね。まあそれはしゃあないかもしれないですけど、ただやっぱハンバーガーも
ポテトも、チキンもそうなんですけど、やっぱ出来たてを食べるのが一番美味しいですね。あったかいうちに食べるのが。はい、早速買ってきたので食べようと思います。まず、今日買ったのはチキンですね。チキン。そしてフィッシュバーガー。フィッシュバーガー。フィレオフィッシュバーガー。フィッシュバーガーはマックですね。フィレオフィッシュバーガー。そしてセブンイレブンのホットコーヒーレギュラー。お、何だっけ。こしょ。そうですね。さて、いただきます。美味しいけど、やっぱ冷めてるとやっぱ甘いですね。やっぱ温かいのが美味しいな。1年で温めてよかったかな。チキンなんですけど、これちょっと温めていきますわ。これビスケット、はい、温めてきました。さあ、ちょっとこれ、これはひどいな。まあ、ちょっとチキン食べようかな。おお、おでかい。これです、これ。うう、油ひどいな。うん、うまっ、うまい、うまい。あっちで、あっちで、この油見て、これすごいね、油。このチキンを食うと必ず手は汚れますね。こんだけ油が多いと、この量足りないですよね、これ。脂がすごいのか。さて、次は、僕の大好きなこれですね。ビスケット。
これです。これ美味しいですね。まずこれをこれ半分にちぎるのかな、半分にとちぎって、うまそう。でこれにメープル、ハニーメープル、メープルシロップか、これをにかけて、メープルシロップ、メープル、ハニーメープルか、おお、うまい、うまい、うん、うまい、うん、おいしいな、これ。よいしょ、これをたっぷりかけて、なるかな、うん。おいしい、うん、洗濯機はこれ手が汚れますね。まあ巻くも一緒かもしれないけど、チキンが油ひどいんで、これ本当に手を何回も洗わないとダメですね、これね、うん、けど美味しいですね。食べるの、これチキン食べるのちょっと骨あるし、あ、骨ないのもあるんですけど、めんどくさいんですけど、けどやっぱり美味しいですね、うん、コーヒー冷めました。もういっぱいレギュラーじゃなく L にしとけばよかったかな。うん、うん、あー美味しかった。これ絶対あったな、セブンイレブンでもらったおしぼり。これ皆さん使いますか、こんな。いつももらうんですけど全然使わない、はい、これで口拭いて、手拭いて、あ、美味しかった。はい、ということで今日の動画は、お昼食事の、動画でした。まあ、あのケンタッキーでフライドチキン、フィレオフィッシュバーガー、そしてビスケット、そしてコンビニでコーヒー買って、まあ、そういった動画でした。ということで、また会いましょう。バイバーイ。